ここはどこ、へい、ここはどこ、へい、私はだぜ幸せになりて幸せになりて揚げみざわざわ、揚げみざわ、揚げみざわ、おはようございます。どこまで行っても渋谷は日本の東京抹茶牧場イエス、タカスクリニック。今日は誕生日ということで、猫屋さんがなんと私がずっと行きたかった羊と合わせてくれます。羊と息したいって言われたからね。そう、そう、羊とね、アルパカに会いたかったね。そうそうそう。あとホールドナイトしてたのがラマいるらしくて、素晴らしい。そう、ラマに乗れんのかな。それだけ楽しんでいこうと思うよ。ガトシュクと見せかけタロピッピータロピッピー、タバコ吸おうぜ、タロピッピータバコ吸おうぜ、ニコチンセッション、パパペプペプペプ、何大事だからよ。そうだよ、ニコチン飛ばせきしねえよな。そうなんだよな。そうすげえ、犬600円。すげえ、今度連れてきたいね、ワンコ。わかる。今日は私はクマを意識しました。嘘嘘、羊意識しました。あれはこれめっちゃ炎上したアウター。何めっちゃ炎上したアウターってなんかタグ切ってねって言われた。あー、あの試験ね。そう、今金子がお金を払ってくれてます。今日なんか全部金子が送ってもらっていいの、本当にいいの、お誕生日だもん。ありがとう。なんかね、タクシーでここまで来ちゃった。はい、ありがとうございました。あった、あった。そう、これ探検が19日。かわいい、かわいい。ほら、今日誕生日ナウだからね。ナウそうだったか。ほら、この絵もかわいくね。牛、牛、もうもうなんかカップルっぽいところに来たよ。こんな感じ、入るか。入ろう。次があるから予定が、そう、今2時ぐらいには出ようねって言ってるんだけど、はい、なんと4時からイルミネーション。すげえ、見れねえ見れねえ見たかった。ディズニーランド5個分あるらしいんだけど、そうそう、広さが多分ね、マジで羊に LED つけたら多分ディズニーランド超えるぜ。ここエレクトリカルパレードできるから。ああ、あのモフモフに早く触れたーい。うん、がん保険や。辛いですよね。ペッペース、あ、進行進行、さあでは遠征かかってゆっくり進んでいきましょう。ではまた再び行きましょう。バイバーイ。ほら、猫みたい。あ、そう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 、まあね、今度左側ちょっと見てくださいね。ロケとの間にラマがいます。ラマ、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 もうアルパカと同じラクダ島かなという羊の声を、ここで羊で、なぜ上げてしまうと、ロケごとパクッと食べられてしまいますので、ココリみたい、お風呂にして、かわいいね、僕、かわいいね。ペロリと行かれたわ。餌は、あ、息してる、息してる、本当だ。ラマミザは、食った。どう？すげえ。マジ？うんって感じ。へえ。可愛い。あ、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 これどうやってあげればいいんだろう？なんか普通に目上まっすぐにして、こう。ダメ。手のひらに置いて、そう、そう。待って、テンテンの顔がね全く映ってて。ごめんね、ごめんね。怖かったかね。触ろうとしますと皆様の手ご飯と間違えてね、結構重力の場合がございません。おばさんたちね、体が回っておりますので、歯が、怪我をしないためにですね、おばさんが触らないようにお願いをいたします。コンツァ。コンツァ。もう
もんな、これてんちゃんがあげる分だからな、後でな、ほらいいね、いい感じ、やっほー、ま、息してるおあお前首届くんか、届くんかこいつ落として飯食わね、本当だ、でも可愛い顔してる、あほら歯を見てほしい、ヤニカスだった、ヤニカスでしょ、すごいヤニカス、はい、ここからまたいでいい、はい、バイビー、いってらっしゃい、あはい、ありがとうございます、おかえり、ただいまあーなんか癒された、すごくよかったいいよ、いってらっしゃい、いいですね、あーサンキュー、はいよー、もんげ、おかえりんご、楽しかった、はい、写真を入手しました、ハネカもあるで、イエーイはい、こんな感じでめっちゃさ、お馬さん疲れてる、わかる、ね、マミーちゃんワイラのためだからね、そうそう、はい、こんな感じです、うーイエーイ、お腹どんくらい空いてる？え？お腹どんくらい空いてる？ぼんち普通って感じ。羊と触れ合って羊を食う。うん、いや、羊じゃねえ。あれ食いたいわ。ソフトクリーム。そうもうね、待ってた。楽しむために。牧場はソフトクリーム。絶対食べよう。絶対食べよう。寒くなるかもしれないけど、食うわ。うん、食う。ギリしても食う。うん、ギリしても食う。テレビやな。先来て。そう。どこだマジ。消えた。あ、そこまで。そう。みんなこのグッズ発売されてから息するバッジも。買ってね。当たり前だよな。誕生日だからな。マジか。ああ。ああ。ガングラ飛び立つ半々ぐらいなんだ。ね。こう見ると。ね、あれワイラだよ多分。あれワイラ。協調性のなさ。すぐジンギスカンにされる。ジジ。時間になりますね、もう外にいます、クライ会場の外にいます、あ、かわいい、おってる、はい、てなわけで、もう店長はアルパカが息してるかどうか見に行ったんですけども、私はね、まあ燃費が悪いものでお腹がペコになってしまったので腹ごしらえということでご飯を食べに来ました。そしてご飯がやってきたのですが、私が今回注文したご飯はこちら、ステーキとなんかソーセージのやつで、ご飯は大盛りで、コーンスープもついてるね、やった、1800円ほどです。黙々とこっそり食べていこうと思います。その後ちはい、というわけで今回はテンテのお誕生日でまずは牧場に来てみましたけど、ありがとう、楽しかったね、いやすっごい来たかったから、うん、やっぱ、うん、誕生日プレゼントって、うん、持つべきものは友だね、思い出、ラブチーラブチー、来年もいいよ、羊やらアルパカやらと息できて楽しかったね、いやよかったでしょ、よかった、本当よかったでしょ、アルパカをすげえ会いたい気持ち分かるでしょ、分かる、羊とかでしょ、でなんか本当になんか行きたいって言って連れてきたつもりだったけども、あのね、私より楽しかった、ね、めちゃくちゃ楽しかっためっちゃ楽しかったよね、めっちゃ楽しい、動物マジ尊い、最高、本当にアルパカ羊生まれてきてくれてありがとう
てなわけでこの動画が良かったなと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。どこまで行っても渋谷は日本の東京じゃあね